おはようございます。杉原愛です。今週は沖縄ヤマト運輸の赤嶺慎一代表取締役社長にお話を伺っていきます。赤嶺代表は1969年生まれの現在53歳。41歳の時、沖縄ヤマト運輸の社長に就任されました。今週は赤嶺代表のご経歴やヤマト運輸との出会いなどについてお伺いしています。沖縄県の宮古島で生まれました。小学校5年生までは、大奥の方に住んでいましたけれども、家の事情で、宮古島の方に5年生から移り住んで、高校までは宮古で育ちました。その後、東京の、大学に行きたくて、現役時代ね、受験をしたんですけれども、野球ばっかりやってる高校生だったので、なかなか現役では合格できず、一浪覚悟で、東京の方の予備校にですね、新聞小学生という制度を利用して、学費だとかそういったものをですね、新聞社が出してくれると。その代わり新聞専売所のに住み込んで朝刊夕刊を配達してみたいなことを、1年間続けて、予備校生活を続けていました。ただなかなか思うようにいかずにですね、大学受験に失敗してしまったものですから、非常に親類の多かった名古屋に、頼って、行きまして、母親一人だったんでね、なんとか安心させたいなっていうのもあって、将来的には、公務員試験受けて、沖縄に帰れたらいいななんてことを思いながらですね、公務員試験の勉強をしながら、アルバイトをしていました、ただ20歳も過ぎていたので職業感みたいなのもやっぱり出てきてましたから、公務員のこう、勉強したり公務員の仕事みたいなのをこう知るにつれて、どうも自分には向いてないんじゃないかなっていうふうなのもやっぱり感じていたので、ただ高卒だけでもステップアップできるような会社ってなかなかないんだろうなと、自分の将来どうなっちゃうのかなと思いながら、不安な気持ちを抱えながらですね、アルバイト生活をしていました。その中で出会ったのがヤマト運輸で、アルバイトで入社をして、1年ほどアルバイトをしています。でどうも見たり聞いたりしていると、学歴だとか、そういったこと関係なく実力があればステップアップできる会社だというふうなことを知りまして、思い切ってこの会社にかけてみようかなと、挑戦してみようかなっていうふうなことで、21歳の時に副社員で、当時の営業所の所長さんに入社をさせていただいて、1年間の、試験雇用みたいなものを経てですね、晴れて22歳の6月に、中途という形でありますけども、正社員に登用されたというふうな形です。そこから6年、7年ほど、ドライバーをやって、で非常に上司の方々とか同僚の方々に恵まれてですね、チャンスをいただいて、管理者になるチャンスをいただいてですね、それになんとかクリアしまして、30歳の時に管理者としてのヤマト人生がスタートしたと。いろいろ名古屋で、7年ほど現場の管理者をやったり、次のステップとして、全国どこでも転勤可能だというふうな、こう契約職という、カテゴリーがうちの会社にあるんですけども、契約職の、ステージにこう挑戦するチャンスをいただいたものですから、そこを何とか突破をして、岐阜松本で約5年、41の時に、この沖縄ヤマト運輸に代表取締役として就任をしました。
なので今年で12年目になります。もう最初このドライバーとしてこのキャリアスタートされて、この運輸業の魅力っていうのはどういう時から感じられ始めましたか？そうですね、この宅急便っていう仕事はやはり結構感謝されるんですよね。お客様から毎日毎日感謝されるんです。大変な仕事なんですけど、行くところ行くところで、我々仕事なんて当たり前のようにお客様のためにと思ってこうやるんですけれども、まあ、暑い日も寒い日もね、雨の日も風の日もあるじゃないですか。行くとやっぱりこう非常に感謝されるので、いい仕事だなと、大変だけれどもやりがいのある仕事だなというふうに、徐々に徐々にヤマトの DNA が組み込まれていったような感じでしょうかね。実際にこうお客様の笑顔を直接見られるドライバーのお仕事だったってことですね。はい、ありがとうとこう言ってくれますし、非常にやりがいあるなっていうふうには感じました。沖縄ヤマト運輸の赤嶺慎一代表取締役社長でした。明日は赤嶺代表に訪れた人生の転機についてお話を伺います。杉原愛です。今週は沖縄ヤマト運輸の赤嶺慎一代表取締役社長にお話を伺っています。もともとは20代の時アルバイトとしてヤマト運輸で働き始め、ドライバーとしてキャリアをスタートさせた赤嶺代表。今日は赤嶺代表に訪れた人生の転機のお話や、仕事に向き合うポリシー、沖縄ヤマト運輸の設立の経緯などについても教えていただきました。ドライバーとしてもうずっとやれると思います、やれたと思います。ただ私の中ではやっぱりステップアップできるチャンスがあると思ってこの会社に飛び込んだので、そういうチャンスがあれば必ず捕まえるというふうな気持ちでいたんですね。本当にたまたまですけれども、当時名古屋の一番の責任者の方がですね、営業所の方に視察に来た時に、私にいろんな質問をしていただいて1時間ぐらい話し込んだんですよ。で、少し認めてもらえるところがあったのかもしれません。でそれでチャンスをいただいて、副所長をやったりとかしながら、その役職試験を、なんとかクリアできたという感じでしょうかね。必ずチャンスが来たら一発で仕留めるというふうに思ってやってました。というのも10代後半から20代の前半のってもう挫折だらけだったので、ままならないことばっかりだったんですね。ところが反省して振り返ってみると、特に大学受験なんかはただがむしゃらにやればいいってもんじゃなかったんだなと、やっぱりこう正しい努力っていうのがもっとあったんだろうなというふうに思ったんですね。挫折から得た経験なんですけども、なので仕事をしていく上でやっぱり一番気をつけてるとか注意してるのは、ただがむしゃらにやればいいってことじゃなくて、自分がこうありたいというふうなこう目標だったり、こう描く姿があるじゃないですか。それに向かっているときに、仕事ですから自分だけでやるわけじゃないんですよね。周りも巻き込むじゃないですか。果たして今やってることは、やってもらってることは正しい努力なのかなっていうふうなことを常に振り返って、仕事をするようにしていたので、それがもしかしたら、チャンスをね、来ることに捕まえてきた一つの要因かもしれないなというふうには思っています。全部が全部掴んだかどうか分かりませんけども、私なりにはチャンスが来た時にはもうこれっきりしかないと、一度しかないっていうふうなつもりで毎回取り組んできているので、今でもそうです。この辺は挫折の中から学んだことかもしれません。大
表41歳の時にまた沖縄大和にいらっしゃったということなんですけれども、この故郷に帰ってくるっていうのも一つ大きな決断だったんですか？希望も何もしてなかったんです。沖縄に帰りたいなっていう、まあ、たまたま本当にこれもタイミングが、ね、あって、沖縄出身で沖縄大和の社長をやれそうなやつがグループにいないかという中で、はい、人選の中でですね、まあ、ダメ元だって感じじゃないですかね、やらしてみようということで、白浜屋が立ったのかなっていうふうに思って非常に嬉しかったですね。当然プレッシャーもすごく感じましたけど、はい、嬉しい気持ちの方が強かったです。そうですか。改めてこの沖縄大和運輸さん、大和グループの中の一つの会社だと思うんですけれども、この設立の経緯ですとか、そういったご説明もお願いしてもよろしいですか？そうですね、うちの会社は1985年の4月に、今から38年前ですね、設立されました。はい、宅急便っていうサービスが世の中に誕生して、まだ10年経ってないぐらいの時だったんですけれども、沖縄でも宅急便っていうサービスを、提供して、沖縄地域の皆さんにもっと便利な、生活をね、こう提供しようじゃないかというふうな中で設立をされました。大和運輸は北海道から九州までですね、支社という単位で、事業を運営しています。ともかく沖縄の場合は、独立した現地法人の方がいいだろうということで、大和グループの中で唯一沖縄県だけが沖縄大和という会社名を使って地元の企業として38年前から、スタートを切っています。へ、じゃあ独立した法人ということなんですね。そうですね。お話は沖縄大和運輸の赤嶺真一代表取締役社長でした。大学浪人中にアルバイトで大和運輸に入社した赤嶺代表、その仕事ぶりが認められ、当時の代表からうちに入らないかと言われたことが人生の転機となりました。チャンスが来たら一発で仕留めるという力強い言葉も印象的でした。10代でたくさんの挫折を味わったからこそ、がむしゃらにではなく正しく努力をすることの大切さを痛感し、チャンスを一度で逃さずにつかむための強い精神力が培われたとのお話でした。明日は赤嶺代表に沖縄大和運輸ならではの取り組みについて伺います。おはようございます。杉原愛です。今週は沖縄大和運輸の赤嶺真一代表取締役社長にお話を伺っています。1985年に設立された沖縄大和運輸は、大和運輸とは独立採算となる純粋な沖縄企業であり、地域に根ざした現地法人として事業を続けてきました。今週はそんな沖縄大和運輸ならではの研修制度についてお話をお聞きしています。何かこう沖縄大和運輸さんならではの取り組みなどもあれば教えてください。そうですね、基本的に宅急便のサービスは、全国共通しています。沖縄の場合ですね、私が就任した当初っていうのがやはり、いわゆる格差があったんですね、大和運輸とは。それで、いろんな取り組みしてるんですけども、やはり我々のポリシーの中で全てはお客様のためにというポリシーを沖縄と独自で掲げています。我々がやってることはね、全てお客様のために、なっていることなんだと、お客様の方を向いて仕事をしようというふうな意味でのポリシーなんですけども、そのポリシーを掲げたのはですね、今から5年前ぐらいなんですけども、お客様に選ばれ続けることが大事なので、他者とどうやって差別化をするか、ライバルと差別化をするかっていうふうの中ではですね、やはり、お客様との接点、顧客接点の社員をどう、質を高めていくかというふうなことに非常にこう、
取り組みとして沖縄のこととしてこだわっています、はい。例えばサービス接遇検定というものがこの世の中にあるんですけども、これを全てのドライバーさんであったり全ての、営業所のスタッフに、取得してもらったり、これは当然会社が研修などを通して、取得のためのフォローは全てして、でかつ、大和湯の場合はですね、この制度ないんですけども、ゲストアテンダント制度というものがあります。いわゆる営業所の女性社員、その方たち今までパート社員が多かったんですね、はい、パート社員が多くて、その方たちにこう、いわゆるこう店の、接客をお任せしたんですけども、2年前から、正社員化しますと、ゲストアテンダントという形に認定されれば正社員化しますと、その代わりサービス接遇検定もそうですし、我々運送業なので、いわゆるこう運行管理者資格というものが店を運営する、軸となる方には必要です。運行管理者資格とサービス接遇検定、あとは役員面接、これをパスしたら、正社員登用して、かつゲストアテンダントに認定しますというふうなことを2年前に始めました、はい。当然その2年前から認定したものですから、その3年前から、その1年前からですね、教育だとかいろんなものを始めて、もう今年で4期生、本当に今日認定式だったんですけど、4期生が生まれて、全部で65人ぐらいですかね、こういった形で認定をして、彼女たち彼らが来店してくれるお客様に対していろいろこう他社ではないこう接客であったりだとか、サービスのこう何ですかね、お客様へのアピールとか、そういったことをそれぞれの店でやっていただいている上にですね、正社員ですからやはりこう接客のみならず店舗運営にマネジメントの部分にも関わってもらうと、そういうふうなことを独自で取り組んでいます。これはもう全国どこにもない制度ですね。本当にこうお客様にとってはより良いサービスを受けられることになりますし、社員の方にとってはこう実力とやる気があればまさにこうステップアップできるっていう、その仕組みっていうことですね。私が歩んできたのはそういう道だったので、社員の方々にもステップアップの機会であったりだとか、待遇が向上する機会っていうのをどんどんやっぱりこう提供していきたいなと。その代わり、要求レベルはやっぱりこうタフなので、そこには応えていただきたいな。そのためにやっぱりこう人材育成みたいなのもたくさんやっていきたいな、そういう思いでやってますね。お話は沖縄大和運輸の赤嶺真一代表取締役社長でした。沖縄大和運輸ではお客様目線でより良いサービスを提供するための独自の職位制度として、宅急便センターで接客を担当する社員を対象にゲストアテンダント制度を導入しました。また所得水準も本土と同等にするため、人材育成と正社員化にも積極的に取り組んだため、今年7月には沖縄県から沖縄県所得向上応援企業としても認証されました。明日のこの時間は昨今のコロナ禍で受けた影響についてお話を伺います。おはようございます。杉原愛です。今週は沖縄大和運輸の赤嶺真一代表取締役社長にお話を伺っています。今週は昨今のコロナ禍で運輸業が受けた影響などについてお話をお伺いしています。このこと宅配というカテゴリーの物流業界で言えばですね、はい、コロナは逆に e コマースが非常に、通信販売が非常にやっぱり活発になりました。いろんな業種の方々がやっぱ対面で物を売れないので、通信販売ですね、
e コマースにこう、まあ、参入するというふうなことが増えました、はい、沖縄の企業の皆さんもやっぱりその流れがありました。まあ、それによって沖縄から出ていく e コマースの荷物も増えましたし、沖縄に入ってくる、はい、e コマースの荷物も非常に増えました。なのでこの2年間は逆にあの今までにないぐらいですね、荷物の量が増加した2年間。まあそういう意味では、逆に業務量が非常に増えて、これをどう、品質を落とさずに提供するかとサービス提供するかっていうふうなことの方が頭が痛い2年間でしたね。そう、はい、そういう感じです。改めて今後さらにこう会社として発展していくために、今こう課題として取り組んでいらっしゃることはどんなことですか？私よく社員に言うのは、私も含めて我々のお給料って会社からは1円も出ていませんと、お客様に選ばれ続けるから会社は収入が上がっていくし、皆さんの待遇も上がっていくんですというふうなことを、新入社員からベテラン社員までもう耳にタコができるぐらいあの話をします。やはりどうやってお客様に選ばれ続けるかっていうふうなことが一番大事だと思っていますので、そのためにはですね、沖縄マトっていう会社はいろんな宅急便のサービスって、東京側でいろいろ考案してくれます、デジタルを使ったよりお客様に便利なサービスとか、いろんなものを東京で考案をしてくれます。なので0から1を生み出すことは沖縄マトには必要ありません。でもその出来上がった1を1のままにするんじゃなくて、どうやって沖縄のお客様に2もしくは5もしくは10という形で沖縄のお客様に使っていたのか、これを一生懸命我々は考えようと、そういうふうなことを社員に常々言っています。それでお客様に選ばれ続けるような会社になろうじゃないかと。でそれをやろうと思うとですね、人間がやる仕事ってやっぱり考えることが一番大事じゃないですか、うん、考えることが一番価値があるじゃないですか。人間がやらなくてもいい仕事はどんどんロボットに任せるとか、そういった形に変えて、人間はもっと付加価値の高い仕事をしてお客様に選ばれるためのアクションを起こそうじゃないかというふうなことをまあ考えています。なのでこの数年間で取り組んできたのが、まあ、いわゆる業務改革と呼ばれる、こうパソコンの上でこう資料を集計したり、そういったことはですね、もう全て、まあ、RPA と呼ばれる、まあ、ロボット君に全部任せて、はい、人間はもっと考えて沖縄のお客様にどうやったらこのサービスが受けられるか、うん、どうやったら沖縄山と沖縄のお客様に認知してもらうか、こういうことを一生懸命考えなさいというふうな土台作りをしてきました。あとはやはりあの宅急便の仕事なので、まあ、いわゆるこう仕分け作業というのがあります、ね、はい、これも、非常にこう人手がかかるんですけども、人海戦術で今までやってきたんですけども、なるべく省人化できるように、非常に大きな投資になったんですけども、自動仕分け機を導入したりだとか、そういうことを、取り組んでいます。なるべく、まあ、これから労働人口も減ってきますから、なるべく限られた人数でなるべく付加価値の高い仕事をする、でなるべく生産性を高める、でその上でお客様に素晴らしい価値を提供する、その結果として社員の待遇も必ず上げ続ける、うん、そういうふうな循環にしていきたいなというふうには思っています。お話は沖縄ヤマト運輸の赤嶺慎一代表取締役社長でした。業務の一部は機械化を進め効率化を図る一方で、お客様のニーズにきめ細やかに応えるためのサービスはしっかりと一人一人が考え続け、サービスの質の向上を目指す、そうした精神がこのコロナ禍でさらに沖縄ヤマト運輸には根付いたというお話でした。明日のこの時間は沖縄ヤマト運輸が取り組む宅配以外の
地域貢献活動についてもお話を伺います。おはようございます。杉原愛です。今週は沖縄大和運輸の赤嶺真一代表取締役社長にお話を伺っています。沖縄大和運輸は宅配業務以外にも安心安全な街づくりの推進活動や地元スポーツチーム琉球ゴールデンキングスのオフィシャルパートナーも務めています。どういった思いで地元スポーツチームを応援されているのか赤嶺代表に伺いました。キングスさんの持つ、思想というか、沖縄を元気にするんだとか、そういったことに我々も共感しまして応援をしているんですけれども、当時からですね、小学生を集めた、黒猫カップのようなものを、行って、その地域の勝者をですね、沖縄市大会に、招待して、決勝大会を沖縄市大会に、キングスの選手たちの試合の前に親御さんたちも招待して、こう、クロネックカップみたいなことを、やり始めていますね。今ではドリームゲームかなっていうふうな形に名前もかかって、最初の子たちはもう高校生、大学生ぐらいなのかな、いい思い出になるかなっていうふうに思ってますし、やっぱり沖縄の会社なので、沖縄の地域にどう貢献するかとか、そういったことも、非常に重要になってくると思いますから、キングスさんを応援するというふうな思いと、もっともっとこう沖縄のお客様にですね、ためになる会社になりたいなというふうな思いで始めましたね。沖縄の子どもたちにとってはまたね、この沖縄でこう夢をまた持つっていうきっかけにも、なる事業ですよね。バスケ人気スポーツなので、沖縄の場合は子どもたちのですね、一つのなんかこう、いい思い出作りに役立てればいいんじゃないかなっていうふうに思ってますね。分かりました、ありがとうございます。と、年末も近づいてきて、お歳暮のシーズンになってくると思うんですけれども、年末にかけて何かこうリスナーの方に PR なさりたいことございますか？そうですね、本当に我々は7月8月12月と1年間で3ヶ月繁忙月があります。今は通信販売も増えて、通信販売って必ずしも飛行機で輸送されてくるものばっかりじゃないものですから、船で輸送されてくる荷物も多々あるんですね。で、7月8月って台風シーズンじゃないですか、で12月って海がしけるシーズンなんです。なるほど。海上がで、鹿児島からの船が出ないとかっていうのもよくあってですね、非常にこの船便が遅れてしまって、お客様にこうなかなかご迷惑をおかけするというふうなシーンが結構多いです。沖縄に入ってきたお荷物は、もう我々一日でも早く誠心誠意、お客様にお届けしますし、そのために社員全員ね、一生懸命頑張っています。で、沖縄から出てくる荷物もですね、基本的には、私たち航空輸送を使いますので、なるべく早く、内地のお客様のところに届くように、頑張る所存です。セールスドライバーさんはですね、現場第一線の方々は本当にお客様のためにというふうな気持ちで日々走り回っていますから、ぜひ温かい目で見守って、社員の方々をね、見守っていただければなというふうに思いますし、それにこう甘んじることなく我々も、お客様のために一生懸命サービス提供したいと思ってます。分かりました、ありがとうございます。最後に、代表にとって今のお仕事とはどういったものか教えていただいてもよろしいですか？そうですね、仕事、人生の全てというのは言い過ぎなんですけども、やはりこう自分自身を実現するための一つの大きな手段なのかなっていうふうに思っていますし、自分を成長させてくれたものなのかなっていうふうには思います。もう壁とかに、ぶち当たってばかりなんですけども、ピンチの時こそ、今がチャンスだって燃えるタイプなので、社員の方々もね、
ピンチになると突然燃え出す社長だっていうふうには思ってると思いますけど、うん、そういったものを一つ一つ乗り越えて、まあ、私一人では何もできないんですけど、社員ともにですね、あのこれからもっといい会社を作っていきたいなっていうふうに思ってます。お客様、沖縄のお客様に愛される会社を作っていきたいなっていうふうに思ってます。沖縄大和運輸は地域見守り活動や首里城復興に向けた支援など地域活動にも力を入れています。今週は沖縄大和運輸の赤嶺真一代表取締役社長にお話を伺いました。